はい、どうもブラッドです。ということで、今日はやってしまいましたね。勝てたはずの試合でしたけれども、落としてしまいました。昨日に続いて非常に攻撃陣は良かったです。ヒット9本で8点。逆にお相手16本ヒットって考えたら、ピッチャーまあしのいではいたんですけど、ボンボンボンとホームランにやられました。いやー、これは今シーズンでもかなり痛い負けですね。特にお相手はワイルドカードを争っているアストロズとの直接の対決で、これちょっとショック大きいですね。まあ毎度のことですけど、もう前向いていくしかないんでね。このカード負け越しましたけど、明日からのヤンキース戦3連勝してこの2カード合わせて4勝2敗にすればいいでしょう。もうそれぐらいの気持ちでやってほしいです。今日の試合後のクラブハウスの中はもうものすごいシーンとしてたそうです。まあ、気持ちはわかります。ただすぐ立ち上がってほしい。誰か鼓舞してほしい。まだ戦えるっていうところを見せてほしいです。エンゼルスならできる。これから先のミラクルエンゼルスを僕は信じます。まずこちら、試合後に発覚したことなんですが、デベンスキーがハムストリングの違和感で IL 入りするそうです。昨日も打ち込まれましたけど、まさか離脱するとはって感じですね。ちょっと代わりに誰が来るか分かりませんけど、まあこれはしょうがないんで、最近打たれたピッチャーが変わったっていうぐらいに思って前向きに捉えたいと思います。そして肩の炎症で IL に入っているスアレスなんですが、現地水曜日に実戦形式のピッチングをしました。ただ復帰時期は未定となっています。そして肘の故障で IL に入っているホセマーテなんですが、ソアレス同様実戦形式のピッチングをしたそうです。ネビン監督曰く長くはかからないとしています。初回アンダーソンの立ち上がり、先頭ディボンは詰まらせたんですけどライト前ヒットで、ブレグマンの打席で一塁ランナーのディボンがディレードスチールかけるんですね。でこれでタイスが二塁に投げてレンヒーフを一塁投げるんですけど、タイミングアウトだったんですけどね、結果はセーフ。キャベッジがもっともっと激しくタッチに行ってたら分かんなかったですけど、まあこれはデュボンもうまかったですね。で結局ブレグマンフォアボールでタッカーにタイムリーと。昨日最高の勝ち方だったんで、この入り大事だと思ったんですけど、非常に厳しい立ち上がりになっちゃいましたね。まあこの後ワンアウト満塁になって、そこは抑えたんでしのいだとも言えるんですけど、ただ初回に35球なので、昨日もいっぱいブルペン使ってるし、どっちにしろ嫌な感じはしました。2回のアンダーソン、先頭決心が2球で追い込んだんですけど、高めにチェンジアップが浮いてツーベース。またピンチを背負うんですけど、その後3人はよく抑えましたね。そしてその裏、ムスタカス2試合連続の同点ホームラン。早い段階で追いつけましたし、素晴らしいホームランでしたね。でさらにその後レンフローフォアボールで、キャベッジおめでとうございます。メジャー初ヒット。ハビア得意のフォーシームですけど、ここは詰まりながらレフトに持っていきました。ナイスヒット。そして今日9番に入るレンヒーフォー、期待が高まったんですけどね、相手のいいスライダーを見逃してフルカウントまで持ってきましたけど、結局最後は見逃し三振。手を出してほしいとこですけど残念でした。そして3回のアンダーソン、先頭タッカーのヒットとワイルドピッチで、またノーアウトで得点圏のランナー。その後ワンアウト1、2塁になって、バッターディアスのところ、初球を投げた後ふくらはぎをさすってましたので、おそらく釣ったかと思われます。ただこのまま投げ続けて、ディアスにはフォアボール出して満塁にしちゃうんですけど、ここはよく抑えましたね。アクシデントに見舞われながらよく投げ抜いたと思います。ただアンダーソンはこの3回85球を投げたところで降板。まあ足の問題もありますけど、初回からピリッとしなかったのはチームとしては大誤算でしたね。4回の攻撃、先頭ウォードがフォアボール、さらにタイスのライト前で1・3塁。ここランナーのウォードは打球判断良かったですね。ナイスランだと思います。でレンフローなんとか1点欲しかったんですけど、三振になっちゃって、ただキャベッジがフルカウントからレフトに持ってきました。メジャー初の長打に打点おめでとう。ここで僕自身初めて気づいたんですけど、キャベッジもネと同様、追い込まれてからステップ変えてましたね。これが1球前の球で、追い込まれて打った時がこれ、見事に変化球に対応しました。
で、さらにまたチャンスでレンヒーホなんですけど、空振り三振。さらに1点とはなりませんでした。6回、ピッチャーワイスは2者連続三振なんですけど、ブレグマン2ヒット。ワイスはここで降板。ワイスは5回から投げて無失点なので、非常にいい救援でしたね。で、変わったウェブですけど、タッカーにツーベース。ピンチ広げられますが、アブレイユはサードゴロ。ムース遠投になりましたけど、しっかり投げましたね。ほんと今日は序盤からピンチは招くんですけど、ここまでは投手陣よく粘ってましたね。ただ7回続けてマウンドに上がったウェブがホームラン2発。ウェブは一昨日31球投げてるんで球威がなかったですかね。マーコーミックには変化球、メイヤーズにはフォーシームを捉えられてしまいました。ただその裏、ワンアウトからキャベッジ今日3本目のヒット。ここでキャベッジにダイソーでベラスケス。7回でこのダイソーはちょっと個人的にはもったいないと思いましたね。おそらくキャベッジもスピードありますけど、ベラスケスの方が速いので早く1点が欲しいっていうことでは理にかなってるんですけど、まあこれどう天秤かけるかですね。僕は今日のキャベッジを見て、この打力はまだ取っといた方がいいなと思いました。ただ2アウトからネトとのエンドランが成功して1点。これはダイソーが生きた形ですね。そしてネトもよく2塁に進みました。でさらにその後満塁のチャンスでウォード、いやー追い込まれてよく打ちましたね。高めのまっすぐを右中間に運びました。さらにムスタカスライトに大きな当たりを打つんですけど、これはフェンス手前で失速。ただとにかくこの4点で今日はいけたかなって思いましたけどね。直後8回ですけど、相手の上位打線に当てるという意味でエステベス、これは良かったと思います。ただツーランホームランは誤算でしたね。コースを間違えたフォーシームをマコーミックに捉えられてしまいました。そして9回はバリア、系統についてはまたちょっと後で話します。先頭のフォアボールが全てだった気がしますね。まあ初球ストライク取ってくれなかったっていう不運もありますけど、ここの代打マドリスはこれまで打率1割3分6厘。このバッターを歩かせちゃったのは自分の首を苦しめましたね。あと守備も足引っ張ってましたね。ノーアウト1、2塁でジュルクスのファーストゴロ。これうまくやったらゲッツー取れたと思います。そうじゃなくても2塁では絶対アウト取れました。同点のランナーが2塁にいるか1塁にいるかで全然プレッシャー違いますからね。これはムースいけない。一昨日のバント処理で1個しかアウト取らないのもありましたけど、もっともっと守備の意識高くしてほしいですね。次のレンヒーホも同じです。これ普通だったらホームでアウトにできました。本職かどうかとか関係ないです。この2人の弱気なプレーはがっかりですね。もちろん一個一個アウトを積み重ねていくっていうのも大事ですけど、さっき言ったように同点のランナーのいる場所が変わるんで、これは最善のプレーでアウトを取らないとダメだと思います。この2つのプレーはピッチャーがっかりだと思いますね。バリアかわいそうでした。まあ結果的にはレンヒーホのは関係なかったですけどね。ブレグマンに逆転のツーランホームラン。打ってくださいっていうスライダーがいっちゃいましたね。タイスの構え的にもどこを狙ってるかわかんないんですけど、一番いっちゃいけないとこにいっちゃいました。そして続くタッカーにもホームラン。バリアとタッカーは相性最悪だったんですよね。この対戦の前の時点で10打数の5安打、ホームラン4本。試合後にネビン監督は、記者からピッチャーの交代は考えなかったかと問われ、この時点で残っているピッチャーはループのみ。で、延長を見据えると、その最後の駒をここで起用するわけにはいかなかったと、そう話しています。結果的には痛い失点になっちゃいましたね。そして2点差のまま9回の裏、大谷選手、第34号ホームラン。また昨日みたいにこのホームランから奇跡が始まると思いましたけどね。とにかくこのホームランもえげつなかったです。すごいとしか言いようがない。後半戦もよくホームラン出てていいですね。そして続くモニアックのこれ以上ない当たり損ないのヒット、これはミラクルエンゼルスの予感しましたけどね。ウォードはアウトで、ムスタカスフォアボールで、タイス初球いい当たりだったんですけど、タッカーのダイビングキャッチに阻まれてしまいました。この9回もそうですし、今日はタッカーにやられましたね。2日連続ミラクルとはなりませんでした。今日も攻撃面は良かったと思います。
1番ネトはいいタイムリーツーベースありましたけど、大谷選手の前のバッターはもうちょっと出塁意識持ってほしいので、僕だったらネトは後ろに下げたいですね。でこのカードのバッティングを見てると、ウォードが1番にするのはいいんじゃないかなと思いました。大谷選手はホームラン出ましたし、それ以外にもいい当たりあったんで普通に良かったですね。でムスタカスも今日もホームラン打ちましたし、いい感じで捉えてるので良かったです。そしてキャベッジ、今日初めて結果出ましたけど、なんか見てると全然使えそうな予感しますね。なんとなく雰囲気あるし、チームはキャベッジの守備力を懐疑的に見てますけど、最近のムスタカスのファーストを見てたら全然ファーストキャベッジでいいんじゃないかなと思います。もっとどんどん使ってほしいですね。でレンヒーフは選球眼良くはなってるんですけど、今日3三振ちょっとムラがありますね。いい調子が続いてほしいです。でピッチャーの系統のことちょっと話しますけど、 SNS を見てると結構批判的な方多かったんですが、僕はそうでもないかなって感じです。2番手のソリアーノが買いまたぎできたらいいかなって思ったんですけど、ソリアーノは一昨日13球投げてます。で今日中1日で18球、ソリアーノが今季メジャーで中1日で投げた球数としては今日が最大です。その前オールスターブレイクありましたけど、若い剛腕ピッチャーですし、ちょっと慎重になったのかな、だから1イニングだったのかなっていう気はしてます。でワイスも球数ですね、高騰してましたし、2イニングきっちり投げさせればいいじゃんっていう方もいると思うんですけど、昨日6球だけとはいえ今日連投になってます。だからおそらく目安としては30球ぐらいだったんじゃないかなと思いますので、あそこでウェブにスイッチしたのはまあしょうがないかなと僕は理解しました。ただそれで言うとウェブは投げすぎですね。一昨日31球で中1日で24球は投げすぎです。ただウェブが打たれちゃいましたし、もうあと残りピッチャー少ないんで、まあこれもしょうがなかったんじゃないかなと思いますね。ただ怪我が怖いです。でさっき言いましたけど、エステベスを上位打線に当てたっていうのは僕は賛成です。ちゃんとクローザーは9回に行った方がいいっていう意見ももちろんあると思うんですけど、あくまで僕は強力な打者にいいピッチャーをつぎ込んだ方がいいと思いました。で9回のバリアも一昨日27球投げてるんで、今日投げれたとしても1イニングだけだったと思います。だから9回はバリアで、延長になったらループ、これも納得ですね。まあ、系統運のより一番良くなかったのはアンダーソンです。今日終盤に点の取り合いになりましたけど、相手とのブルペンの差っていうか先発の差ですね。アンダーソンは1失点しかしてないけど3回、ハビアは3失点で5回、どっちもどっちに聞こえるかもしれませんが、昨日一昨日と両チームブルペン酷使してたんで、今日は本当に先発が大事な日でした。アンダーソンには早く立ち直ってほしいです。今日はレンジャーズもマリナーズも勝利、今日勝っていればワイルドカードまで4ゲーム差だったんですけどね。非常に残念ですけど、まだ可能性がある限り戦いましょう。明日からはヤンキース戦、ヤンキースもワイルドカード争ってますし、そうじゃなくてももう勝つしかないです。で今のヤンキースなら勝てます。エンゼルスと同じようにロッキーズ戦で負け越しました。ここは絶対にスイープしないといけません。トリプル A です。ウォルシュが2試合連続でホームランを打っています。ダブル A です。カイレン・バリスはヒット1本、エドガー・クエロもヒット1本放っています。はい、それでは今回の動画以上といたします。ご視聴誠にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。レッツゴーエンジェルス、さよなら、バイバイ。